ジョモさんもいらっしゃいませ。はい。じゃあ、問題なければ挨拶から。はい。どうも、こんばんは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。この時間は、深夜の部ということで、スーパーファミコン版第3スーパーロボット大全。ちやさんいらっしゃい。ネオグランドのごときフルボコにしてやる放送と称したノーリセット人生縛りの TX、今日第36話最終回。いや真面目ですよ。もう今日が今日こそガチですよ。オルガツさんいらっしゃい。はい、ゲストさんいらっしゃい。はい、7個目さんもいらっしゃい。たとえ僕は汚いとも知られようと、たとえ卑怯者と呼ばれようと、今日のシナリオガチでクリアします。で、よろしくお願いします。はい。じゃあ、早速行きましょうか。いやーね、なんだかんだ言ってこれもね、さっき確認したら結構8月の下旬から始めた企画なんですけどね。なんだかんだで2ヶ月かかりましたからね。まあそれもね、今となっては楽しい思い出ですからね。とりあえず戦艦で突っ込めよ。却下。大ね、これがいよいよ本当の最終話ですから、ね。今日終われると思ってるの？終わりますよ。何言ってるんですか。むしろ終わらない理由がないでしょ。てか、まあね、とりあえず紙幣はいらんだろ。いや、なんで紙幣いらないんですか。いや、ちょっと待ってください。ちょっと本当に真面目に考えました。ちょっと紙よりね、6時8まで上がったし、気合い、ね。次はガンダム系を使わない縛りだよな。いや、そんなことしません。はい。あと1時間切ってるのに大丈夫なんだな。何が今日って、あ、そういうこといや、だから、この配信枠では終わりますよ。そんな、今日ってそんな、1時間で終われるかどうかちょっと微妙ですね。言って、長いですからね。いや、各主人公機使わない縛りでしょ。いや、そんなのやりませんよ。もうちょっとね、スパロバ第3じゃ少なくとも今日で終わりですか。あ、広告どうもありがとうございます。ブリトーさん、次はガンダム系とスパロボ系を使わない縛りだよな。いや、ちょっと待ってください。まあ、その辺だから、次の話も、まあ、とりあえず今日終わってからちょっと話しましょう。ちょっと今ね、あれですから、どうしような。アムロ100式かな。ちょっとね、本当にごめんなさいね。ちょっと X 州の召集を使わない縛りとは斬新だな。いや、だから僕 EX はやったことないんで、EX は本当に初見プレイになっちゃいますが、多分縛りとかできないと思います。申し訳ないですけど。はい、広告ありがとうございます。提供、ホームさん、いろいろポロッと出ます。何がやらかしませんよ。出しませんよ。もうちょっとね、本当に、ガチですからね、今日は。こんなもんかな。あとはタイムシフト見てたら本放送来てありがたい。あ、はい、どうも、そうですね、王妃も愛心さん、どうもいらっしゃいませ。はい、お元気ですか、大丈夫ですか、無事ですよね。まあ、それならいいんですけど、今日一応、本当に最終話ですからね、皆さんのね、期待に応えるべく、なんとか頑張りたいですから、応援よろしくお願いします。もうね、お金はおかげさまで、はい、それは何よりです。ノイエジールか大胆さんが落ちると思ってたのに。とりあえず盤上は限界超えてるべ。見てみ。いや、見てます。もう超えてますってか、もうこれ以上改造できないんでね。本当に、盤上様々ですよね。昨日のシナリオも。ああ、ヒットポイントあれか。いよいよとなったらね、倉庫も上げなきゃですからね。コンバトラーが低いんですよね、210って。まあいいんですけど。グレンダイザー、申し訳ないけど、出番ないです。サイバスターも、ヤクトとかも上がりきってますよね。あとは、マジかよ、フランス国民ががっかりしてるぜ。いや、申し訳ないですけど、ちょっと、使うにはちょっと至りませんで、まあちょっとね、こんなの本当に気休めレベルなんですけど、ね、ゴッドボイスの出番と聞いて。26歳、ライディーンとかいないんです。申し訳ない。いらっしゃいませが、ライディーンなんていなかった。そういうことです。もうとにかく、今、多分、やっぱり、このシナリオで落ちたらまずいっていうのはまず。ゴッドボイスはリストラされました。そう。ゲッターが本当にちょっとまずいですからね、落ちたら。5万か、うわぁ、高いな。あと、コンバトラ、もうお金ないか、いいか。じゃあ、これでいきましょう。最終話、ラグナロック、よろしくお願いします。かつての仲間と戦うというのは気が引けるが、そんなこと言ってたらあいつにやられるだけだぜ。彼はなぜこんな無益なことを。さあな、ただ一つだけはっきりしていることは、あいつを倒さない限り平和は戻ってこないってことだけだ。なんでライディーンはいらないんですよ。ライディーンなんかいなくたって、ネオグランゾンごときね、ボコボコにしてやりますよ。しばらく見なかったら最後まで言ってる。はい、どうも、ケンジさん、いらっしゃいます。はい、最終話です。いよいよ本当に正真正銘の最後です。勝って、ね、終わるか、負けて、涙を流すことになるか。すべては僕の采配次第。全員倒そうと思うとだるいんだよな。ネオグラだけでいいよ。はい、もちろんそのつもりです。やろか。毎回裏で下見してたみたいだよ。そう、毎回裏でしてたみたいで、いや、毎回じゃないですけど、何ですかね、ネジと橋さんですか。はい、どうもいらっしゃいませ。第3次スーパーロボット大戦の、ノーリセット人生縛り、今日最終話のネオグランゾン戦です。はい、嘘つき帝王さんもいらっしゃいませ。裏で毎回じゃないですよ。ね、言って昨日のシナリオはやりましたが、今日もちょっとまあ、ネオグランゾンのスペックの下調べだけはさせてもらいましたが、さて、準備ができたようですね。さすがに一人であなたたちを全て相手にするわけにはいきませんですので、面白いものを用意させていただきました。いっそ全員倒されよう。いやですよ。ですが今日何十回しこった。あらさんいらっしゃい。最終話パート1。パート1じゃありません、ね。すごい大詰めですが、今日何回でしたせめて。てか一回もしこってませんよ。見覚えがあるでしょ。かつてあなた方に敗れたバルシオンです。では参りましょうかね。シナリオとしては、はい、36個もさんいらっしゃい、最終回です。シナリオ的にはこの3機だけなんですが、まあ、この3機がとんでもないやつだね、特に。このネオングランゾは、ヒットポイントいくつでしたっけ？なんか6万だか6万5千だかなんかね、そんなハイスペックですからね、その上走行が1600っていう、ね、このゲームとして本当にチートじみてあれだし、しかも移動力が16ですか。パイロットもないし。3匹だけだっけ？はい、3体だけですよ。しこりながら放送と聞いて。しこりませんよ。ね、言って攻撃2190ってかなりバーテンマンですからね。ビアン博士の究極ロボがすっかりモブキャラになってしまって、まあ、そういうことですね。言ってこいつらだってね、言ってもね、装甲戦あるし、まあパイロットはただのエリート兵士ですけどね、言ってね、射程10ですかね。多分65535。あ、そうですか。まあ何よりこいつさらにやばいのがこれなんですよね。宿題砲がすごいね、攻撃力がもうほぼ最大で、射程も12のマックスで、さらに命中補正が160あって、さらに残弾弾数が40発ありますからエネルギー切れの心配もないという。まあただ一つだけ弱点があるとするなら、必要気力が110ってとこですね。そこだけ、はい。もう狙われたら塵も残らんよ。もう狙われたら終わりますね。まだ耐えられた頃の宿題砲。そう、倒れて、まあ、防御すればなんとか耐えられるんですかね。そうです。ただ一つだけあるのは、必要気力が110なんで、逆に言えば110までたまらないと、ね、この宿題砲が打てないんで、まあそこが一つ、ね、この攻略の鍵になるでしょうね。だから110、ね、他の気力も140とかですから、だから今の気力だと、ね、最大射程、この3のワームシマッシャーなだけですからね。こんなのが初めから使える次回のスパロボ X。そうなんですけど、だから僕、EX やったことないんでね。嫌ですよ。ダメさせませんよ。とりあえず、そういうことでやっていきましょう。まあ、とりあえずもうターン数とか気にしないで、もうじっくり慎重に。X ではコマンド入れたらだね。入れたらだ、ああ、なんだ、正攻法であれなってことですか。なんか裏技があるってことですか、そういう。まあちょっともうね、ネオグランゾンだけですから。一応最初から週の章はできないけどね。ああ、そうなんですか。まあね、第3次終わったら次は EX やりたいなとは思うんですが、まあちょっとそこに関しては、とりあえず、このシナリオ終わってからちょっと話しましょう。タイトルイキリニート。51個目さんいらっしゃい。イキってますけど、今日は有限実行しますから、ね、見ててください。もうこれ、全部気合に当てがいますよ。まあ多分ダメージソースナンバーワンはなんだかんだ言っても。俺なんか真面目に攻略本になんてやっててどうしてもまさきというね会えなくて、むしろ積極的に次の話をして挑戦失敗フラグを構築しようと。そうですよ。クリアしたいんですよ。なんとか優秀の美でね、飾って終わりたいんですよ。バンダイに電話で聞いたんだぞ。教えてくれんかったけど。ねえ、まあそういう攻略はダメでしょう。ちょっと本当に、ちょっといい、今日っていうか、今回だけはちょっと本当にガチでクリアさせてください。次何やる？ゼノギア。いや、もう、そういうこと考えるあれもちょっと今ないんで、ちょっと集中させてください。とりあえずね、終わってから話しましょう。その次っていうか。空気を読んでら赤いラムに集中攻撃するネオグランゾン。そんなことさせませんよ。ゼノギアスやってほしいわ、アフレコしろや。いや、ちょっと待ってください、とりあえず。ただ今、だから本当に枠があれなんだよ。グランゾン。ちょ、近い。くそ。一応確認するけど失敗条件は全滅のみ？まあ全滅というか、あと戦艦も、戦艦が落ちたら全滅というか、あれですか、もう予定がいろいろ詰まってるってことです。だから多分ね、その、リスナーさんのやりたいっていうか、ね、やってほしいものを、この枠をあってもちょっと無理かもしれないってことですね。最終話だから戦艦落ちてもええやん。よくないし。落ちたらその時点で失敗ですから。ラストだから何が落ちても強制出撃ない下押せば勝ちか。そういうことではありますね。和骨です。優秀の美を飾ってほしい。はい、どうも64個目さんいらっしゃい。帝王の棒読みちゃんバカだよね。バカで。じゃあ、教育してくださいよ。引退じゃありませんよ。何勝手なこと言ってんですか。まだまだ別に生主はやめませんから。戦艦落ちたらゲームの方でダメオベラなの？いや、ゲームの方ではゲームオーバーじゃありません。ただ僕の縛りとして、ゲームオーバーっていうか失敗ってことのルールになりますんで。この頃はね、その勝利条件とかでも本当に純粋に味方の全滅だけですから。失敗したらどうなるの？いや、ここって殴らないと動いてこないのよね。そうですね。だから殴って寄せるしかないんですよね。そこもまた問題ではあるんですが。どうにかね、うまいこと、三段は立ててあるんで、なんとかなると思うんですが、もう本当に、ちょっとターン数はもう気にしなくていいんで、慎重に編成と配置を考えながら。サイフラッシュの先っぽをネオグランゾンだけに当てて釣り上げれば楽なのよ。それをやろうとしてます、今。それで釣るしかないでしょう。中にはね、ほら、激怒とかでね、ダメージ与えれば、あれですけど、それだとね、3体ね、同時に来ちゃうんで、それはさすがにちょっと厄介ですから。先っぽだけって帝王を得意のおねだりやん。僕、そういうおねだりしたことないですよ。ね、そこまで女性とお近づきになれたことはありませんから。帝王対王恋法？ね、僕、どうですかね。薄くはないですね。そう、どうでしょうね。混戦しようよ。嫌ですよ。ガチで終わらせたいんです。ここって、ネオフィラだけ倒せばよいの？そうです。作戦に書いてある通り全滅させないとダメな感じ。74個目さん、いらっしゃい。俺は別に女性におねだりとは言ってないよ。多分、一応調べた限りだと、ネオグランゾンだけ倒せばいいっぽいんで、問題ないです。なんですか？俺は別に女性におねだりとは。じゃあ何ですか？今の先っぽだけでって、おねだりって何で使うんですか？他ないでしょ、言って。ネオグランゾン倒せば終わりのはず。ね、多分そうだと思うんですけど、僕も、調べたっていうか、聞いた情報では。なんだホエム、何口答えしてんだ。なんですかね、ペポさんどうもいらっしゃいませ。口答えじゃないですけど、16ですかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、このぐらいですかね、ここか、こっちかか、どうかな。ホエムはせっかち。ここですよね、多分。来るとしたら。で、あと、6点。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だから、ここか。ここから、あれするってことですね。とりあえず、1ターン目、終了します。はい。うまくね、おびき寄せられればいいんですが、これ本当一つ間違ったら本当に致命傷ですからね。もう一回慎重に。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここに置いて、問題、さっきのね、こっちに来るか。地名笑いならええやん。嫌ですよ、地名笑いって。何ですか、失礼な。ここ、あれ、こっちに、こっちかな、8、7。宿題法見せて。嫌ですよ。だ、7、6、5、4、3、2、1、0。から10回殴ると嫌でも見れそう。123、そう10回殴るとね、うん、見れるんでね、いや、本当申し訳ないですね。本当にちょっと、今回、ガチで勝ちたいんで、もう一回、これって機種なんでしたっけ？はい、82個目さんいらっしゃい。スーパーファミコンです。はい。スーパーファミコンの第3次スーパーロボット対戦ですね。ちょっとすいません。お待ちをちょっと。これは大丈夫。5は打てないから3だけなんですよね。3で、10発。で、1、2、3。ごめんなさいね、本当にちょっとガチでクリアしたいっていうか、だから1、2、3、4、5、6、7、全員で突っ込めばいいやん。ダメですよ。そんな相手じゃないんですから言って。精神縛り2？はい、ちょっと待って、1、2、3、いや、ちょっとダメか、いや、まずいな、精神縛りいつって、いや、そんなの、ちょっと当面予定ありませんよ。でもこれが最後だからやられまくってもクリアできればいいんでしょ？まあそうですね、そういうことですけど、85個目さんいらっしゃい。まあ理屈ではね、そうではあるんですが。ネオブランゾンをナメプして撃破するんじゃなかったの？違いますよ。最後だし一人でも残ればいいんだから特攻って良さそうだけど、いやいや、ダメですよ。やられたら元も子もないし、ゆっくりやっていいと思いますよ。ね、ちょっと本当に、ゆっくり やらしてください。申し訳ないけど。さすがに本当に、まあ大丈夫とは思いたいんですがね、ただね、本当に世の中何が起こるか分かりませんからね。やられてから考えよう。ですよ。一発勝負なんですか、ノーリセと人生縛りなんですか、そんな。やられてから考えようってわけにもね、1、2、3、4、5、6、1、2、3、いや、ちょっとまずいかな。とりあえず戦艦にだけ注意しとけば大丈夫だろ。だと思うんですが、いや。せかすつもりはないけど、どんなオチがつくのかなって考えてた。はい、そうですかね、いや。早くリセットしようや。いやですよ。うっかり記憶を上げさせてしまって地獄絵図になる未来しか見えない。ここだと大丈夫、うっかり気力を上げさせてしまってそうならないように今考えてますから、で、まあダメだったらダメでしょうがないし、気力も荒れた。どうも。どうも、タックさん、どうもいらっしゃいませ。スーパーファミコンの第3次スーパーロボット対戦の、はい。今日最終話です。辻谷浩二さんが亡くなったらしいよ。はい、昨日、そのね、話題ね、この配信でも、結構ね、上がりましたけど、ね、本当に残念ですよね。脳梗塞で亡くなったってね、話ですけど。ああ、こっちはあれか。ああ、しまった。プール、そっか。あれ、プールって、プール、あ、気合あるか。よかった、びっくりした。帝王もすぐなくなるよ。まあ、絶対ないとは言い切れませんからね。熱血、熱血。ああ、ルーはないんだな。無職だから短命だね。そうなんですか。無職だと短命とかそんなあるんですか。いや、よくわかりませんが。じゃあ一発勝負ですけど行きましょうか。次のターン仕掛けます。はい。働いてない人は寿命が短め。本当なんですか。12345678910。短め。そうなんですか。まあしょうがない。でこっからですよね。ちょっと待ってね。長生きしたいとか思ってるの？いや、思ってるってわけじゃないですけど。嫁がいない人はすぐ4塗ってのはデータに出てるらしいね。本当ですか。どうも、100さんいらっしゃい。何もこのタイミングで言わなくてもって時に言ってくれますね。まあいいけど。嫁はいないし無職だし、お前もう。そうですね、もうあんまり長くはないかもですね。じゃあ俺たち全員ダメやん。ああ、皆さんも無職でしたか。ああ、そうでしたか。あ、もしかして皆さんも奥さんいない口ですか。あら。まあガス団子は70ぐらいで4ぬだろうね。70までいけたらね、言って本望ですよ。そりゃ。まあいいや、行きましょう。6、5、4、3。帝王浜田10代だからなんとかなる。いや、10代ですよ。笑。これ当たんなかったらダメなんですね、言って。ドッシュ当たった。持っていった。いや、言ってますよ。はい、106個目さんいらっしゃい。で、こっから全力で逃げる。すごいですね、サイバースターも。ねえ、で、これで多分追っかけてくる。なるべく気力を上げたくないから、ひらめきの、多分メタス、これ、狙われると思うんで。いや、いいです。もう諦めてます。じゃあ、行きましょう。3ターン目終了。動かない。来る。そこ来る。ひらめきあるから当たらない。内緒です。とシュート。見逃した頃だった。はい、ああ、109個目さんいらっしゃい。今、ちょうど。生物学的に嫁がいないオスは生きてる意味がないらしい。でしょうけど、そうは言ってもね。ちょっと待って。あ、しまった。まずい。柔道、あれしゃいいか。柔道は、こっちから打てばいいか。じゃあ、いよいよこっから。110の米何気に辛辣で草。そうですね。まあ、しょうがない。こっから決戦ですね。まずは、まあ、セオリーってあれですけど、まずは気力が上がらないマップ兵器でガンガン削っていきましょう。クラエット3300、でさらにね、だから独身で惨めに感じるのって理屈じゃなくて本能的なものなんだよな。そうなんだ。僕あんまりどうかな、あんまり、何が卑怯ですか。いや、卑怯ですけど、僕はたとえ卑怯者と呼ばれても勝ちたいです。よし。僕はたとえね、6、5、4、3、2、1、0。帝王の両親も孫見たかったはず。それは、まあそうでしょうね。あ、すごい、5000入った。クリったんですかね。いや、違う、クリティカルだからあれか。メタスは一回どかすか。で、艦長はね、気合がないんですね。あれ、バルシオン2匹倒したの？バルシオン2匹は、何も気づかず、ボケーっとしてます。はい、間抜けです。だから、ドッシュ、1100か。これ、せめて2発撃てればね。なんで州だけ来たの？なんででしょうね。まさきが、ね、うまく釣ってくれましたから。サイフラッシュで猫パンチして釣った。そうそう、そういうことです。チートじゃないですよ。ブアルシオン、週3どこ行ったんだろう。ねえ、そういうことですからね。まさにそれ。せっこ。せっこくてもいいんですよ。勝てばいいんですよ。よし。たとえせこいと言われようと、卑怯者と言われようと、僕はクリアできればいいんです。主にストレス源は何かある？どうな、いや、わかんないです。いや、別にストレスとかないですけどね、とりあえずね、好きな時にゲームやって、好きな時に食って、好きな時にね、シコシコして、好きな時に寝る。別に何もないと思いますが。あれ、意外と食らわない。あ、プルってちょっと攻撃力低いんでしたっけ。まあ、しょうがない。あと、マップ兵器は、これで全部打ち尽くしま、サイフラッシュいたか。この音楽といい宇宙の音楽といい地上の音楽もだが音楽良すぎね。ねえ、結構いい曲ですよね、スパロボのね、この頃っていうか、まあこの頃じゃなくてもね、今知りませんが、ね、スパロボの曲って、ね、全般的にいい曲多いと思いますよ、僕も、言って。まだ気力100ですからね。これで2発撃てりゃいいんですけどね。166だから1発しか撃てない。しょうがない。6、5、4、3、2、1、0。まあね、これ一旦で終わればいいんですけど、多分一旦じゃ無理でしょうからね。なんとか、まあ最悪一旦で削れなくても、夜勤お疲れ様です。あ、どうも、エイジさんいらっしゃい。一応今、ネオグランゾン入ってます。で、とりあえず、こっからですね、いよいよ、大胆組の出番はっていうか、もうね、必中熱血しかありませんからね。さあ、バトルだ。ゴッドボイスあれば楽だったんだろうな。代理なんかいなかったんですよ。大丈夫大丈夫。まあ場合によってはもう、その、大胆これで落ちてもいいから、100に、思ったよりダメージ受けないのな。まあ結構ガチガチに走行固めてますから。ただね、こっから週の気力も上がってきますからね、こんな感じになっちゃいますからね、言って、まだ本気になってないようなもんだしな。そうですね、いやーちょっと間違ったな、いやこれ愛使うしかないか、まあコンバトラーはもう一発しか打てませんからね。一発狩りの超電磁スピン。ワームスマッシャーなんて所詮衆の武器としては最弱よ。まあね、そこで終わればいいんですがね。これだったらもう一発何か打てますかね。 V レーザーか。ディバイダー、まあどっちも変わらんか。V レーザー打っておきましょうか。最悪落ちなきゃいい。落ちたらまずいんですけどね、言って、耐えてくれれば、このまま本気にさせないまま倒せそう。倒せますかね。いやー、そっかビームだからダメなの。ビームなのまずい、気力無駄に上げちゃったああ、そうか。アイフィールドあるんですよね、こいつ。V レーザービームなの？ダメなのまずいな、ちょっとまずい。気力いくつになって 108。まずいな。半端に打つと気力上がってピンチに。ねえ、そうですよね。もうこれ、一発しか打てないですよね、もう。これも。あ、108、笑。ね、もう、あと一発しか打てませんよね、もう。マップ兵器解禁。どうでしょう。マップ兵器、どうでしょうね。まあ、120の、こっちないんだ。ビッグバン。こっちまだ、あれですけど、108だから、100。でも1000と1800、こっちも来たら来るんですかね。しょうがない。そっか、これ。そっか。そっか、向こうは反撃できないから1しか上がんないんだ。よし。これで、109。じゃあ、あと一発撃てますね。大差。お願いします。熱血で。どうでしょうね。あとゲッター次第ですからね。はい、133個目さんいらっしゃい。そんなクライマックスのね、緊張感漂うところにそんな工事なんかやめてくれ。あ、でも、ちょっとね、なんかメッセージ変わった気がしますのでね。もうこれで、110ですか。もう宿題法打ってきますか。もうひらめき持ち以外は攻撃しない方がいいですよね。シーブックも、どうしよう、12。トマホークってアニメで使ってたっけか。トマホーク、どうでしょうね。僕も、ゲッターのアニメはちょっとね、ちゃんと見たことないんだよ。シーブックも一発いっときましょうか。別に反撃食らって落ちてもいいのよ。いや、できればね、せっかくだから。みんな工事までしてねぎらいの言葉なしか。だよ。ないですか。いや、ダメです。ね、さすがに、ちょっとこれ以上は、まあ次のターン、あれしたら、ちょっとこのターンで、なんとかね、ひらめきかけましたよね。まあ一発だけのあれですけど、よし。いや、でも全然まだヒットポイント見える気配ありませんね。うお、怖い宿題法。で、ここまで来て、まあ、いよいよ、真打ち、問題はちょっとエネルギーが大丈夫か、できれば2発打ちたいんだよね。これで落とせればいいんですがね。ゲッター2回届くかな。ね、ライディン行ったら仕留めるぜ。ね、138個目さんいらっしゃいませ。さあ、どうだ。精神コマンドは甘え。何が甘いです。精神コマンドなかったらこんなのクリアできないでしょう。いるんですか、まさか言って。いや、いるかもしれませんけど。おお、やった。あ、これはいけそうじゃないですか。あと一発。1ターン切る。やってる人いたな。あ、いたんですか。いや、余平じゃん。いや、まあね。はい、どうも。赤字しげさんいらっしゃい。何が地位ですか。不正じゃないでしょ。正攻法で。まあね、やっぱ、シナリオ的に、はい、浪人さんいらっしゃい。あ、もう今、とどめですね。まあ一応、ね、何があるか分かりませんから。終わっちまうじゃん。ね、終わっちまいそう。はい、148個目さんいらっしゃい。いや、あと2体。いや、多分これ、ね、まあ、ね、確かに、こいつらまで相手にしてたらね、やばかったんでしょうけど、ね、このエリート兵がボンクラだから、ある意味助かりました。いや、リンチじゃんって、よくね、違いますよ。終わりますよ。いや、だって、配信タイトル、はい、155個目さんいらっしゃい。配信見て、タイトル見て、ネオグランゾンゴテキ、フルボッコにしてある放送って書いてあるんですか。あれ、つってもあるしおん、あー動かないのかやつなど、わら、帝王最低だな。何がですか。なんかのびぶとが動物化して、どや、って顔してるみたいやな、ださ。ブアルシオン、週3遅いな。そうですね、はい、じゃあ、じゃあ、とどめいきます。多分落ちると思うんですけどね、さすがに。これ、まあ、落ちなかったらやばいんですが。じゃあ、行きましょう。ラスト、シャインスパーク。シューオンブルルラギッタンディスカー。いやー、長かった、対決も。これで。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、よかった。見事です。この、ネオングランゾンをも倒すとは。あー、どうもありがとうございます。はい。164コメさんいらっしゃいませ。同じ攻撃案強いな。強いですね。ありがとうございます。グランゾンをも倒すとは。これで私も悔いはありません。戦えるだけ戦いました。すべてのものはいつか滅ぶ。こんな私の番であった。それだけのことです。これで私もすべての鎖から解き放たれることができました。パチパチパチ。ワイのおかげでクリアできたから小遣いで。お金ないです。僕が恵んでほしいです。13なんで先走ってるんですか。この後マコとネオグランゾンが出てくるんですね。はい、ともさんいらっしゃい。いや、そんなもん出ません。はい、広告ありがとうございます。ただちょっと盛り上がりに。いや、お前はグアルシオンがついてこなかったことを反省しろ。まあ、相次ぎでの売り手はすごいけどもさ。確か X ってこの後の話だよね。次はガンダム系とスパロボ系と精神コマンド使わない気がだよな。それ何も使えないじゃないですか。ね、ガンダム系とスパロボ系除いたら何にもいないでしょ。ね、EX は一応続編ですかね。シュバカなやつだったぜ。クソ。なぜまるで死に急ぐように。あれなんかこれバッドエンドみたいな流れじゃないですか。バッドエンドってこと？戦闘機は、いや、戦闘機、ブルーガだけじゃないですか。シュウ・シラカワ、彼の目的が一体何であったのか。それを知りうるただ一人の男、マサキ・アンドはこの戦いの後、伊豆港へともなく姿を消した。今となってはそれを知りようしもないが、シュウの行動は我々に何かを伝えようとしていたのではなかろうか。力のみを追い求める者はいずれ力によって滅ぼされてしまうということ。今の我々は力によってしか解決の道を見つけられない未熟者に過ぎない。だがいつかはこの世界が力だけでなく人の輪によって形作られる日が来る。いや、誠のエンディングではある。我々がその日に向かって歩んでいかねばならないのだ。はい、192個目さんいらっしゃい。終わり？エンディング一応あるんですね。神指さん、レベル68。登場期ニューガンダム。ちょっと、ジンハヤト、レベル65。ゲッターライガー。すまんな。次はデブ縛りしようぜ。デブのキャラだけしか使ってはいけない。誰がいるんですか、デブって。グアルシオンって何だったの？何だったんでしょうね。流れ龍馬、ゲッタードラゴン、自動アーシタ。ネオグラは気力上げないと結構ヘッポコなんだよな。今思うとこの紹介いらん気が。いや、まあいいじゃないですか。LP プル、レベル64。ね、GP03 オーキス。アムロレイ。メガネ縛りにしようぜ。メガネに、いや、もう第3次はやりますよ。だから次やるとしたら、ね、EX ですかね。ブライトのはレベル62。ラーカイラン。この後の作品から後日談が出るようになったんだよ。うわぁ、好きやか。アナベルガト、ノイジール。ホモ縛りで、アムロ百式かよ。ホモ縛りって誰ですか？ヤクト動画。マサキアンと、サイバースター。X もなかなか面白いよ。これほどじゃないけど、やりたいですよ。じゃあ X で改造縛りで、ちょっとだからロボットアニメ興味なかったからキャラ全然わからん。まあ、これを機にもしよかったらね、ロボットアニメ、昔のですけどね、何か見てみたらいいんじゃないですかね。西川大作、バトルタンク。まあ、EX、まあちょっとね、終わったら話しますが、ただ一応僕、EX 未プレイですから。1年くらい前だけど、コンプボックスが1000円で売ってたんだ。僕、この間。というか、ほぼまさきの再フラッシュ祭りになる、アラサーですか？ゲームボーイの最初のやってよ。ゲームボーイの最初の方ないです。終わった？あ、ジョニー・デップさんいらっしゃい。終わりました。申し訳ないですね。意外とサクッと1時間かからなかったですね。僕もありますから。ああね、なくなったんですよね。また寄った帝王最低だな。いつも寄っていいじゃないですか。はい、キラキラボスさんいらっしゃいませ。明日も仕事やから寝るおやすみなさい。ああ、はい、どうも。おやすみなさい。この作品が今のスパロボの礎になったのは間違いない。百式さんなめるなよ。メガバズのおかげで強いぞ。これで今日の配信終わりとかないよね。いや、終わりですよ。配信的には、ゲーム的には今日これで終わりですよ。だってね、言って昼からね、ドラクエ5やったし、ね、ファイナルファンタジー8やったし、スパロボやったし。弁慶、ゲッターポセイド。できれば X はスフク版やった方がよくね。まあその辺の話もちょっと含めて、ちょっと後で、ご相談というか。あだ0時だぞ。まあだってもう寝る時間でしょ、普通の人は。秋だ。まだだまだ終わらんよ。雷電落ちちゃったんですよね。ライオン次も、ウランゾンが。カイさん、もうちょっと。スフクはロード早いからいいね。ただね、ボイスがないのがちょっとやっぱり寂しいですね。僕的にはね、多少ロードあってもいいから、やっぱね、キャラクター喋ってくれた方が、楽しいかなって、やっぱスパロボに関しては。ここでやめるか続けるか、お前に決定権があると思うな、てなんでですか。誰に決定権があるっていうか、終わりますよ、今日は。さやかさんもね、1周目で落ちちゃったから。あ、そうか、機体乗せてない人いるから、キャラ紹介だけになってんだ。ああ、補聴器とかいましたね。メーカー補聴器。グレンダイザーね、ちょっと使い勝手悪かったですよね。機体乗せられるんですけどね、精神コマンドがね、結局1人分ですから、あんまりメリットないんですよね。それさえなければね、グレンダイザーももっと活躍できたんですけど。まあこの辺はもう本当にリストラ組ですよね。死にはしなかった。マジンガーでってリストラ？リストラですね。宇宙適性がね、ちょっと低すぎたんで。ヘイ、ドント、ストップ、プレアセ。あ、どうも、あ、アシトマンさんいらっしゃい。ちょっとご相談したいことも一応あなたにあるんですけど。まあ些細なことですけど、まあとりあえずエンディング終わってからにしましょう。プロはともかくデュークの顔グラなんであんな濃いんだろう。いや僕、ああどうでしょうね。でもアニメ、まあなんでしょうね。なんぞや。いやまあちょっと終わってから話します。アポリー、なんだまた隠れてチートか。違いますよ。アポリー落ちちゃったんですよね。言ってテイク2の数少ない犠牲者ですけど、いやでもやっぱりね、こう考えるとまた麻雀ですか？違いますよ。アゲハさんと一緒に受けてたから違いますよ。麻雀じゃないですよ。原作通りか。X がまあまあ面白くて、第4次は全てこれよりボリュームアップで面白いぞ。いや、第4次はやったことあります。はい。てか僕のスパロボね、初プレイは第4次でしたから。この後帝王から重大発表。重大でもないですけどね、フラウボーとか。毎回落ちるハヤト。精神コマンド回数に上限をつけてやろうや。まあちょっと、いや、まあその辺は、っていうか、あれですけど。だから、リーナとかも一応いたんですけど、もちろん枠は取るんだろうな、俺は寝るけど。はい、どういうことですか、枠って。マジか、じゃ4時入らんな。いや、まあ、いや、でもね、この際だからね、一通り順番にやっていきたいなって思うんですが、まあ、ちょっといろいろ、まあ、その辺ご相談したいんで、まあ、見終わってからにしましょう。2回目でクリアできたのすげえな。そうですね、まあ。まあ第3次自体はそんなにあんまりやってなくても、はい、終わりました。まあスパロボ自体はね、他の作品も結構やってたから、やっぱり多少はそういう経験が生きたと思います。この後3時間はやれよ。何をやれって言うんですか。やるもんないでしょ。まあじゃあいいや、もう、リスナーに隠し事か帝王最低だな。違いますけど。帝王、俺にも相談してくれよ。どうも、ペロペロペロさんいらっしゃい。うん、いや、もう桃鉄は週末ですから。次はインパクト、アルファ、ムックス、その先10作品くらいで果てしないよ。早くね。まだスジャータの出番じゃないぜ。いいですよ。麻雀今からやるのか。やりませんよ。最後、不自然なほどクリティカル出てたな。いや、それ熱血かけてたからでしょ。熱血かけてたからクリティカル出ただけですよ、別に。不自然でも何でもないですよ。あのクリティカルの演出は熱血ですよ。あのね、まだ昔の第3次の頃は、熱血イコールクリティカルですからね。うん、確か F くらいからあの熱血のダメージとクリティカルのあれが別々になりましたけど、第3次の頃はあの熱血イコールクリティカルですから。いや、ちょっとダメです。やりません。違いますよ。カッパグのかって何をするって言うんですか。で、一応、ね、今日で一応第3次スーパーロボット大戦、この枠、深夜の部で。謎が解けたわ。何が解けたんですか。違いますよ。チートじゃありませんよ。なんで、一応明日からのね、この深夜の部のちょっと予定が。F はクリティカル率 1.5 倍だっけ。そうですね。うん。熱血のダメージプラスだからね、熱血クリティカルで。うん。違いますよ。第一次とかやったら第一次はいや、持ってないんでゲームね、うん、ゲームボーイのソフトですし、うん、見てるんですけど、うん、ジャンクとかでもゲームボーイなかなかないですからね。チートしてまで勝つ人って哀れだと思います。チートはしてません。で、ね、一応ね、スパロボ続編やりたいんですけど。1時間半は何かやろうぜ。いや、まあ、ちょっとだから雑談っていうか、うん。あ、どうもおやすみなさい。うん。だからちょっと相談したいんですよ。でリメイク版出てるやつだよね。第一次。え、出てるんですか？第一次スーパー引きこもり。知らないです。え、プレステ3で第一次って。え、だってゲームボーイのやつでしょ。そんなリメイクなんかあるんですか？いや、僕知りませんでした。相談したい。違います。マージャンじゃありませんけど。なんでね、だから、とりあえず今日でまあ一応第3次、ね、一応形、あれで終わったんで。最後のネオグランゾン戦で不思議なこと回避してた。ひらめきとか使ってたんですよ。へぇ、出てるんですか。リメイクあるよ。ああ、まあ、それもまあ、いずれやれたらいいですけど、ただ、僕、ね、プレステ3も PS ビータも持ってないんで、うん、やるとしても、まず本体から揃えないとダメなんで、うん、ちょっと遠いですね。次のネオグランゾンも見たい。うん、ね、やれたらいいですけど、うん、ただね、スパロボの順番的に言うなら、ね、うん、第2次もやりたいけど、第2次もね、ゲームないし、第3次終わったか次、スーパーロボット対戦 EX なんですけどね、スーパーファミコンなんですよね。ただ、